うまみ丘陵公園です。全然花がないんでね、今花を探してトンネル渡って、ね、トンネルをくぐって行ってみましょうかね。11月26日、はい、晩秋でございます。ほんまに花が見当たらないんです。ここトンネル渡ると何かありましたろ。ああ、見えてましたよ、なんかね、卵がね、花が、はい、今日、最後の山林を、ね、あれ、なんていうの、林道っていうのかな、林道をだいぶ走りましたけどね、久しぶりにぐる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 山の中をおもろかったけどね。はい、なんか花がありそうですよ。本当に花が少ないですね。こんな少なかったかね、花。その辺に花が見えてきましたけどね。この北駐車場はもうほとんど花が、ね、見えなかったけど、あるよ、これ。この辺もほら、ありますね、綺麗な花が。あの名前わからんけどね、何十年はね。おお、ここ書いてあるわ。まあ、えらい名前が長いから、どうしようもないけど、これ。ね、ありますあります。あら、こちらの方に花いっぱい咲いてますよ。ほら、あまりの花がないんでね、どうなんだろうと思ってね。トンネルを抜けたところにはね、花がいっぱいありましたね。ほら、そこにもほら。ほらほら。いや、あるんや、花。あそこにも。そこ、乙女は古墳だかな。古墳あります、古墳も。ありました、ありました。あ、綺麗でございます。あの駐車場の横全く穴がなかったんでね、ちょっと心配したんやけど、ほんでトンネルを抜けてきたんやけどね、ありました、いっぱい花。ああ、綺麗な花だ、これ。名前わからへんけどね。ほら、花水木。ああ、これまだ木やかに関係ないな。はい、こんなんです。ほら、花花花、これ花の丘のやつ。花の丘ね、ほら。いやー、これ花が全然来なかったからね、どうかなもんで。花の丘でございます。ここまでですね、あとはないね、やっぱり。ここまでやから、あとは全然見当たることになって、あとはやっぱり。見当たらないから、ちょっと、古墳の方に行ってみましょう。この乙女山古墳何やったかね。これはおそらく、ホタテ貝型かな。ちょっとね、整備されてないんでわからないんやけど。え、ここで合ってるかね。ここで合ったはずやけどね。くるくる回りましたね、昔はね、これを。